今回は旅の予算を決めたいと思います。拍手することかということなんですけれども、最初に言っておくのが5月いっぱいで今の家を出ないといけない、はい、ということで6月1日からはこのシェルの中での生活になるんで、日本一周をまだ始めるわけではない。そうね、まだちょっと出られへんかな、はい、そうっていうのがあるから、今回は日本一周じゃなくて、その6月とりあえず1ヶ月間に使う生活費としてのね、予算を決めようと思います。はい、はい、ということで、まあ予算の中に何があるかと、うん、食費、交通費、うん、宿泊費、うん、お風呂、うん、洗濯、はい、はい、でまああと大まかに、まあ観光は多分ないとは思うけど、そうね、今回はないかな、ないよね、まあ観光費はないかな、まああれば一割やけど、うん、まあ予算の中には組まないね。今回はね、はい、6月分としてはなしでいきましょう。はい。で、あとまあ日用品ですね。うん、まあ雑費というか、そうね、まあシャンプーであったり、リンスであったり、そういう日用品的なものを、うん、まあ例えばシェルでなんか足らんとかなった時は、まあそう、一応、くくりとしては日用品のくくり。はい。はい。行きたいと思います。はい。ということで僕ら何もまだ決めてないから、そうね。今、まさに今決めようと。決めましょう。はい。じゃあ分かりやすいところからね、はい、お風呂洗濯決めましょうか。そうね。はい。お風呂1回どれぐらいだいたい？なんか調べてたら、スーパー銭湯はやっぱちょっと高い。高いね。うん。まあ場所にもよるけど、まあ、800円とか、700円とか、うんうんうん、高いところで1000円いったりとか、普通にあるんやけど、1ヶ月間過ごすにあたっては、普通の公衆浴場でいいかなと。うん、地元の銭湯みたいなね。そうそうそう。そういうとこが大体まあ450円から500円、600円ぐらい。であるから、うん、まあ平均したら500円かなと。思ってます、うん。はい。ってことは、うん、1日1回入って、2人で1000円、うん。そういうことですね。高いな。結構かかるよ、お風呂。2人で1000円ってことは30日入ったら3万円か。3万円やな。それまでに抑えなあかんな。そうやな。うわ、むず。結構かかる。お風呂が一番高い。風呂代一番かかるんじゃん。うん。なんか他のワンライフしてる人の話とか聞いても、うんうんうん、お風呂が一番かかる。あ、やっぱそうなんや。うん。そやね、もうなんか冬とかやったらさ、二日に一回とかでもええかな。まあまあ、まだ我慢できるけど、これから暑くなってくるしね。まあ、6月とか蒸し暑くなりそうやしな。うん、まあ、毎日流行りたいよね。うん。ってことで、ここは。お風呂は。3万円で。はい、行きたいと思います。はい、収めましょう。はい、まあ、だからちょっと1000円とか行ってもうたら、うん、1日入らへんか、むっちゃ安いところをずっと探すか、みたいなんで、とりあえず、予算としては3万円。はい。はい。次が、洗濯ですね。洗濯ですね。まあ、洗濯は、1週間に1回ね。ね。まあ、7日。週に1回、月4回。うん。いけるかな、うん、まあ、1回回すのに、な、量多い方が、コストもかからないし、うん。そうね。あれな、コインランドリーやったら、一気にいっぱい洗えるから、ね。そうやね、そうやね。家の洗濯機より。ってなると、1回は800円ぐらい。まあ、乾燥機ももちろん使うよね。使って。こんなところで干されへんからな。800円。ってことは、1000円とする？ 1000 円として、4回で4000円、ね。4000円。ってことで、洗濯代は4000円。はい。はい。宿泊費かな。宿泊費ね。旅には出えへんから、宿泊費じゃなくて、その駐車場代としてでいいんじゃない、あ、交通費とは別に駐車場代ね。そう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 。あ、わかりました。じゃあ、それで行きましょう。うん、駐車場代はまあ大体言ってもちょっとその滞在するところがね、うん、都会になるから、うん、安くても800円、ね。800円。よくてね。うんうんうん。いや、めちゃめちゃ探せば、あの、辺鄙なとことか、うん、やっぱ電車使うやん。使うね。駅から遠かったら結構不便やるから、うん、そういうとこ考えても、だいたい800円から1200円ぐらいの間が、うん。まあそうよね。土日やったらちょっと高くなったりするしね、そうそう、どうしても。車を出しとくっていう手もあるけど、うん、そんなんやってるのだいたい24時間とか、打ち止めで止める場合の方が絶対大数、ね、大半やから、うん。って考えると、まあ1000円として。1000円として。30日 ?3 万、うん、?3 万円、ね。行くなぁ。いや、行くよ、どうしても。まあまあでもこれは仕方がない。しゃあない、はい、家の家賃と思えばね、うん。うん。それでやったら安い方やからね。そうね。だって無料で泊めれるとこなんてないからね。あんまないね。まあ、田舎の方ちょっと行ったらな、あるけど、うん。お金払うんやったらな、気兼ねなく泊めれるし、うん、別に車泊めるだけやから、うん。じゃあもうしゃあない、これは3万円です。はい。はい。まあ次、交通費ね。うん。ガソリン高速代。高速代とかやね。俺、これはそんないかんと思うね。うん。だからそうやね、うん。だって移動するわけじゃないからね。そう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 。一回だけガソリン入れたりとか、うんうん、まあ燃費がそんなまあ良くなくて 12.5 とかぐらいやったのよね。うん、単純計算で今まあまあガソリンちょっと安くなってて、130円ぐらい、まあ140円にしとこう、高く見て、うん、やったとしても、1万円入れたら900キロも走れんねやろな、うん。900も走らんよね。
いや、絶対走らへん、絶対走らへん。だから、普通に生活してるだけだった。6月に関しては、ほぼほぼ言ったら、駐車場とか止めてることの方が、多いって考えると、うんうんね、で、高速もそんな使わへん。まあ、多分何回か使わなあかんことが来ると思う。うん、まあ、ね、ちょっと役所関係とか荷物とかそういうのもあるから、ね、っていうことを考えると、まあ、半分の5000円。いや、もうちょい行くかな、うん、もうちょい行く。だって、神戸から大阪まで行こうと思ったら、うん、高速乗ったりしたら、そうやな、それだけでもうな、1300円とか行くから、うんうんうん。1万ぐらい。あ、やっぱ1万見とった方がいいかな。うん、そうね。1万円ですわ。交通費1万円で。はい、次が、まあ、食費ですわ。そうね、ここ問題ね。いや、だから、今だって7万4000円やろ、今決まってるので。そうやな。7万4000円で、あと食費と雑費、うん、日用品とかやろ。はい、はい。ってなると、うん、俺の中では10万以内に抑えたいなと思って。いや、わかる。わかる。そこの大台は超えたくないよね。超えたくないね。ってことは、日用品に5000円、食品に2万円。そうね。9万9000円。うん。食品2万っていける？いや、わからんね。一人で。あ、でも、一人食費が月1万やとしたら、まあまあ。え、まあまあかな。うん、あ、そっか、でも。そうやな。だって朝昼晩で300円ずつ使えるわけやろ、うん、朝食べへんかったとしたら、500円ずつ使えるんや。うん。まあまあやな。まあまあ。ほんで、仕事がもし始まったら、うんうんうん、店で食べれるから、マキは店で飯食う。賄いがあるから。で、俺はその分使えると。いや、違う。その分置いとけると。そう、そういうことね。そういうことね。そうそう、その分節約できるから。あ、でも、今のでも分かりやすくていいんじゃない、うん、ちょっとやっぱ自分たちにも、シェロの生活に試練じゃないけども、うんね、やっぱ生ぬるいもんじゃないよと。うん、当然ね。うん、まあ、日本一周するんやったらもっと節約していかなあかんから。うん、中小代はかからへん。まあ、その分ちょっと観光費とかで行くかもしれんけど。うん、そうね。結局だからこれぐらいやんな。だから、うん、何や言うてどうだろう。そうね。やっぱり10万円以内には収めたい。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 って考えたら、食費は。一人1万円の2万円。まあ、日用品は5000円。5000円。一応5000円にしとこう。うん、多分最初の1ヶ月はそんな使わんと思うけど。そうね。今まで使ってたやつもあるからね。うんうんうん、まあ、なんかティッシュとかなんやかんやで。うん、まあ、多めに見てて残ったら繰り越しって感じで。そうね。まとめていきますと。はい。まず、食費が2人で2万円。交通費は高速代、ガソリン代で1万円。うん、で、宿泊費、6月に関しては駐車場代は3万円。3万円。はい。お風呂ね。お風呂も、まあ、1人500円ずつとして、30日の3万円。3万円。洗濯は、1000円として、週1回として、かける4、4000円。はい。で、日用品が、5000円ね。うん、っていう形で、はい、トータル10万円までに納めます。まあ今の合計やったら99,000円。そうね。だこれがどこまで抑えれるか、うん、1ヶ月後のご報告を。はい。はい、まあなのでまだ今5月の半ばやから、6月終わってからじゃないとね、そうね、報告させてもらおうと。1月の頭ぐらいはどうだったか。ね、はい、はい。いやー早く日本一周したいなもう。うん、まあ、今現状仕方ないんで、うん、まあちょっとずつはね、はい、よくはなっていってるけども、うん、まだこう予断を許さない状況ですんで ね、 ね、世の中の空気を読んでやっていかないとダメなんでね、うん、ということで9万9000円で6月は2人9万9000円で、うん、やっていこうと思います。はい、はい、達成できるのかですね1ヶ月後ですね、楽しみにしておいてください。はい、はい、ということでそれではまたお会いしましょう。さようなら。